戦略実力が高いかどうかというのは、デスモニアじゃないかぎり分からんから。一つは先ほど言った時間、まず時間ね。朝何時に起きてるか。朝何時に起きてるか。これが一つはパワー。その人のね、マンパワーの第一番目は時間なんですね。ですから朝何時に起きて、で2番目が会社に何時に行ってるか、何時、それから3番目は休日は何割仕事に使ってるか、これ3つを聞いてくださいね。で食品関係中は大体朝の早い人が多い。ですから朝はまあ4時半か5時頃目が覚めてちょっと何か勉強して、まあ7時前には会社に行ってるとかね。終わりは何時になるかって、もう大体夕方5、6時過ぎたらもう惰性になるから夕方はいいです。朝で聞いてもいいですけどね。その次は休日はどうしていく。休日を、ね、勉強日にしてる人がおります。計画日とか、ね、ユダヤ人は休日が計画日です。ユダヤ人は休日はもう必ず3時、最低3時だ。日曜日最低3、4時間勉強するようになっているから、そういうルールを持っている人はもうやっぱり戦略実力高いです。その次は、これが時間ですね。これが量。次は質を聞く。質を聞く場合は、どういう本をお読みですか？今までたくさんお読みになっていると思うけど、どの本が一番気に入られましたか？2番目はセミナーですね。3番目はコンサルタント聞いてもいいです。いろんなコンサルタントもおりますけど、今まで講演聞かれた中でどのコンサルタントが一番社長に気に入って正確に合ってますか。それから4番目は CD、DVD の教材ですね。これを聞いたら、休日を学習日にしててこういうのたくさん持ってたらかなり勉強する。あのコンサルタントを知ってる、このコンサルタントを知ってる、セミナーをうんと出て CD、DVD を持ってるけど休日を勉強日にしてない人はそれを勉強してない人、それは分からない。それは一人、この結論は従業員一人当たりの利益で分かるんですよ。でこれは聞けないでしょ。失礼ですけど業界平均の半分以下はダメな会社だとか竹野さんという人が言っておりました。本当に本当ですかって変えてくれって言われるからね。だからそれは聞けないから、まあ仕事編やってたら教えてくれるけど、まあ、あの会社さんにデータバンカーにお願いしてリストをちょっと言うだけで買うんですよ。業界新聞紙があるでしょ。業界新聞が一番知ってる記者が、あの食品新聞があるでしょ。業界新聞1200あるぞ、東京。だから業界新聞ってたまに来ません？ありますよ。それで電話して聞くの。もう今1200紙あるんだって、業界紙。その記者が一番人、その業種ばっかり言ってるから。だから業界新聞社がね、1200あって、そういう特集があるから。だからその人に古い編集長を聞いてね、申し訳ありませんって、ね、ちょっと。知りたいけど、なんか少し安いお金で教えてくれませんかって言ったら、もうさっとでも即答ね。そういった調査やってる業界の人に来て即答。もし分かれば、その引き上げる利益が多い社長に。そうそう、それだから証拠だ。そうなってますよ。一人当たりの利益が多いけど、ね、これはもう絶対だ。この結論はこっちだ。これは結果で、こっちが原因だ。しかし、ここだけ聞いても原因がわからないでしょ。だから再現性、勉強中の再現性があることを聞かないかんわけです。もう一回同じことをね、再現できるようにしないかんわけでしょ。だから再現性があるものにしなきゃダメなんですから。結局朝何時に起きて何時に会社に行って、それで休日をどういった時間を使ってるのか、これ聞いたら真似しようとも出てきますよね。これ本はどんなものはこれも勉強できるでしょ。真似応用できるでしょ。
再現できないものはダメですね。だから性格から来るものは再現できない。だから可能な限り物理的に捉える。物理の実験ではこれ再現性とかね、追試とか言いますよね。追加テスト、追加どこでテストやっても同じ結果が出ないと原則にならないからですね。これ聞かれたらいいね。これだけ聞いていったら大体同じ業種で10社以上聞いていったら分かるようになるんですね。性格はみんなバラバラだから分からない。性格見ただけで、社長に会っただけで船井先生は分かると言ったけど、あれは細木家族の世界ですね。こうやってですね、分かりました。分からないですよ、そんな簡単にね。私皆さん、証拠リサーチで16年調査やっても冷た会社は1600件、生きとる会社は2500件調べましたけど、分からないですよ、会っただけで。会社に入ってじーっと見せてもらうと大体ボロ分かるね。汚い、フリアと捨ててないとかね、態度、電話の態度が悪いとかね、それは分かるけど、分からない。こういうのはいちいち聞かない。こういうとこ聞くときは、聞きにくいこと聞いてなんでございますがって言わないけど、前置き必ずじゃないかんですよ。そしてその後ね、その後はこの後いよいよ入っていきますよ。でその後今度は先ほどの8大要因ですね。商品を作る、競争力のある商品についてはどういう工夫されましたか、営業地域はどうしてますかって、これ8大要因があるでしょ。これ聞いていくけど、これいきなり聞いたら怪しまれるからね、こっちから入っていかない。これいきなり聞いたらなんかおかしいなって聞かれる。いきなり戦略入っていくからね。いきなり戦略で聞かれたら嫌ですよ。なんか探られてるような気がする。こっちからで、地元特産のお菓子をいっぱい持ってですね、そして従業員さんの人数を聞いて、従業員さんは30人40人だったらそれ相当の青森のリンゴを1人3個分ぐらいドーッと送ってですね、他にありました。もう一つの目的と私の質問が分かると、はい、人数制限で2倍になる。ちょっと時間かかるか、うちの教材買ってあるからそこに行きます。